もピョキンです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、コントロールオーバーザスキースということで、空の向こう側を支配するということでしょうか。甘いぞ制作者よ。空の向こう側と言わず、この宇宙、いや世界中を支配してみせようじゃないか。いつも思うんだけど、このぶっ壊れたオープニングいる？それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.96%。 いや初見さんとかね、見てる方一人はいると思うんですよ。絶対やべえやつって思われるよ僕。まあやべえやつなんですけど間違ってはないんだけどね。じゃあ一旦ハテナ叩いてみる。右のブロックは壊れない感じだね。解除機能でー、このハテナ絶対鉄球だと思ったな。右側のブロックが壊れると思いました。それじゃあ上に進んでいきますか。そしてこのキノコは取れないということから、ここに行くしかない。それでいいでしょ。ダブルハラー、ピヨキングフー、ピヨキングは今から本気出すよ。ここは右にいる、それでいい。ここのハテナブロック一体叩いてみます。そしたらクリボーが靴を履いてるね。この靴を履いてここで引っ張るってできなかったっけこれ。あ、ちっちゃいやつはできないのか。でもこのまま上に行けば何もないね。じゃあこのリフトが来る前にこのハテナブロックを先に叩けっていうことだね。そしたらツタが出てくるのか。完全に魅了されてたあの靴に。靴が欲しいからかな最近。この方は絶対移動する。あ、移動しないんだね。右だじゃん。右は移動するぞ。リアクションで準備しておこう。ぐっ、移動しろ。僕今待ってたよ。今で出てたよ。今いけないことだけど、実況者として。え、ここはどうすればいいんだろう。これヒント、もしかして。あー、なるほどね。もうこの先全て分かったと言っても過言ではある。どういう意味か分かりますか今の日本語。僕には分かりません。誰か教えてください。じゃあこの B スイッチを踏んでこのドアに入れるっていう感じなんだね。中間ポイントはまだっぽいな。ここ怪しくない？熱くない？ここを無視していいの？いや絶対なんか怪しいと思うんだけどな。いや違うんだって。それじゃあここは全てを無視して右側に渡りましょう。そしてこのスネークブロック乗っていいのか。上にちゃんと連れてってくれるんだろうな。信じるよスネーク。右に行くのね。左のところと俺が渡れないと思ってるから。元気100倍、勇気100倍、絶叫100倍。ここはピオキングのチャンネルだよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。キモすぎて怖くなっちゃった。なんか今見事に買わせたね。ファストって書いてたから急いで行ってよかったのか。じゃあこの靴を入手したいと思います。うわ、入手できないのか。クレーンに捕まってたら。いやでもこれまだいけるんじゃない。こうブラブラしてカカン。そういやね、同じトロールコースを配信してる方からですね、ぜひ私のチャンネルに遊びに来てくださいっていうご連絡があったんですよ。ご連絡っていうか、まあそういうお話になったっていうか、まあ、僕いつかそのチャンネルに遊びに行くと思うんで、見かけたらよろしくお願いします。じゃあここは一旦パイブロックを叩く。そして下に行くのが正解。あ、ちょっと待って、なんか左にチェックポイントがあるね。あのチェックポイントを取るということか。まあ僕はチェックポイントがいらないということは皆さんお分かりだと思います。僕羽がついてるキャラクターはエンジェルなのかっていうと思うんだけど、エンジェルシリーズ何でも使えるよね。羽ついてればいいだけだもん。じゃあここは一旦ドッスンを倒して、ここで左に行けばよかったのか。左を出発で行ける。いやこれ地面むずくない？あの一マスに入るのさ、また取り逃してしまいましたけど、まあこの先も見ておこうか。ここで火が落ちてくるでしょ。すいません、あ、待って、やっぱチェックポイント取ってないと気合が入んないわ。なんでここのチェックポイントしっかりと取りたいと思います。ここでちゃんと一マス入っていく。そしてこの先に、あっ、ふざけるな。あのドッス当たっていいのかな、それともこの辺で取れるみたいな。あ、今取れたね。2000点っていうねマークが出たから、やられても多分こっから開始だと思います。よしこれでよかったのか。受けるぞ。ここはちゃんと鉄球が通り過ぎた後に先に進めと。ゆっくりしてっていいんだね。でもここは急がなくちゃいけないよ。バブルが降ってくるからね。そしてオンオフをして先に進む。このメットを蹴るのか、右か左か。右に蹴るやつは知恵がないやつだよ。左に蹴りたいと思います。よくもやりやがったな。じゃあこれ素直に右でよかったんだね。そして先に進めないね。え、どうすりゃいいの。この音符の中に何か入ってるみたいな。あ、そういうわけでもないか。え、ここマジでわかんないね。なるほどね。
ここで破壊してベッドをかぶってこのパックを抜けろっていうことか。そんなのわかるか。ここはオンオフをする。そしてあのボム兵を爆発させてこのベッドをかぶって先に進めと。この下が怪しくない。一旦下、いやそんなバカなことはしてみるか。一旦何もないか。やっぱりあれ、さっきどこまで行ったっけ。ここか。この先にまだ行ってなかったのか。じゃあここから続きやっていきたいと思います。もう引っかかったね。続きをさせてよ。ねえ、いろんな意味で終わらせないで。あ、やった。喋って忘れてた。ここ喋らないけんところよね。すいません、夢中になってました。バレー、フューチャリングガリガリくん。今日やばいね、頭いっちゃってる。実はさ、過去に何回かやらかしたことあるんだよね。喋るの忘れただけ。じゃあここはもう右目ダッシュしていく。届け、天国に届いたね。僕一つ気になりました。あの10回の方信用していいんでしょうか。あ、いけないな。これは絶対まずい。ブラパが来るのね。じゃあここは一旦右に行って左に行けと。下は何があるんだろうね。めちゃめちゃ気になるんだけど。あそこ怪しくない。お、え、こっちで合ってんじゃないの。あ、絶対そうだ。あの土管が気になるな、今度は。どっちだ。下へ、下行ってみるか。下に逃げておこうか。視聴者の皆さん、あの土管の先気になると思います。僕はそこを調べに行ってみたいと思います。死にたいけ、用意しとけ。それじゃあこの上が正解っていうことだったんだね。そしてこの先チェックポイント2があると思います。それを取りに行こうじゃないか、マリー。さあこの土管、土管入れませんね。こっちも違うじゃねえか。これ下で合ってたの。なんかこの氷ブロックのところ怪しいよね。あ、これいけるんだ。これ背景なのか。できるブロックと思ってた。じゃあこのリフトに乗って、今日もまたいい具合に人をバカにしてきてるようなコースだね。快感すら覚えるよ僕は。でも皆さん勘違いしないでほしい。僕はド S だから。ド M ではないよ。そこんとこ決して間違わないように。ここは何もしない。いや、これ合ってたんじゃない。これいけるっていう感じでしょ。何やってんだよ、乗ったこと。じゃあここは右には行けないね。ということでこの土管に入っていきたいと思います。これ右に行かなくちゃいけないんじゃない。え、これ死んだっけ。え、こんな深いじゃん。あ、なるほどね。そこに追っておけばよかったのか。この死に耐久は、あ、バレに挟まれてやられろと、そういうことだと思います。これはなかなか難しいね。結構運要素があるよ。いや、今のは絶対当たってもよかった。もう一回綺麗に挟まれよ。ここ死に耐久飯を食べるな。さあ無事チェックポイントにも取れたし、ここからちゃちゃっとクリアしていきましょう。残すはゴールのみだね。ここに落ちてくる。パイーン。このキノコ何もしないでいいのかな。あ、取ることはできないんだね。じゃあこのまま右にあのチョロップ踏んでいいのかな。チョロップを踏んでいきます。はい。いや、ここは合ってたんじゃない。そしてこの下のどっかはなんか入れないね。これに行けってこと。あー、線で繋がってる。見えた今。なんか音符ブロックが線で繋がってたんだよね。なんで多分ここの音符ブロックがあるじゃん。上に行けって。いや、そういうことか。え、音符ブロックって貫通することとかできたっけ。で、このチョロップを踏んでいけた。踏んでこの先に今落ちるの期待したよ僕。ちょっと何かそこは罠を仕掛けておいてよね。これはな、まあまあこれはいいや。すいません、なんかコインを見つけてしまったんで、コインコインをついついやってしまいました。じゃあここはチョロップを踏んでジャンプして抜けろっていう感じだったね。そうしないとガリガリに当たっちゃうもんね。そしてここも抜ける。あ、いないわけ。パンパランパ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 ランパンパランパンパンパランパンパンパランパ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 ン。ゲームに集中せよ。ここはジャンプ、そしてここは何もしないでよかったっていうことか。なるほどね、下は壁がないから当たったのね。上は壁があるからガリガリに当たらないと。いや、それはずるい。でも、いや、これは、上は開かないの。何それ、僕はテレサにやられるっていうこと。でも僕はここのバーブルの方に当たりたいと思います。もう頭おかしくなってきました。じゃあこっから左に戻れっていうことかな。そしたらこのツタが出てくるっていうことなんだね。そして土管に入る。もうそろそろゴール近いんじゃないんですかね。さあゴールはまだっぽい。この下怪しい。
まったく今のね頭がかち割れそうになったぞ。絶叫しすぎて。さあここはキノコは取っていかない。僕あえて何もしないで。誰にやられた。誰にやられたんだろう。ちょっとよく見ておこう。なるほどね、つららが今あったね。つららにやられたっていうことか。じゃあここ右叩いても何もないし、左かな。あれ左も取れない。え無理じゃんこんなの。ここは隠しブロックあるし、えこの上に行けみたいな。えここマジでわかんない。さっきこの砲台にやられたけど、ここ、あーここがキノコ出してくれるのね。なるほど、僕は叩かないよ。絶対叩かないよ。いや、やられることは僕の栄養剤なんで、これからもどんどんやられに行きたいと思います。そろそろゴール近いんじゃないのか。はい、一生やって。ただ今ので見えたね、ゴールが。右に走っていけばゴールできると思いません。どっかで止まるんじゃないのか。そうなんじゃないのか。いや、絶対そうだ。待った。そしてこのいや絶対今のあったと思った。これどっか入れる。なんか入れてよせめて。じゃあ素直に右ダッシュしてみようか。それでゴールできなかったら僕怒るからね。じゃあこのドア入って素直に右ダッシュ。スーパーアルトラローリングサンダー。なんでなんで、そんなの聞いてないよ僕は。なんでこれチェックポイント戻しか。これはなあ、チェックポイント戻しだけはやめてよ。今噛みそうになったけど、やめて。あ、左の方に逃げとこう。いやでもこれ上に行ける。まだワンチャンあるよ。なんだビビらせやがって。これが正解なんだね。そしてこの下に行けばゴールと。よし。いやこのコースめちゃめちゃ楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオでいいかわかんないんですけど、一応一発目だって書いてるんで一発マリオっていうことにしておきます。でこれねクリア率は高いんだけど、マリメで人気のそり立つ壁が5個あるらしいんですよ、一つのステージに。めっちゃナイスなアイディアじゃない。ちょっと気になったんでこのコースやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 11.36%。 どんな感じのそり立つ壁が5つ設置されてあるんだろうね。なるほどね、最初はこのバーか。じゃあこのバーを壁キックして進んでいけと。でピンコインもあったんだけど、あのピンコイン全部集めなきゃいけないのかな。そして次はツタ、そして次はブランコか。いやさすがに難易度は緩めだね、 10% 超えだから。でまたツタ。ちょっとかぶってるけど、一応ガリガリが邪魔してるっていう感じだね。でこれでラストなんじゃない。はっ、いやここちょっと難しいかもしんない、このドクロリフトのとこ。やり直し聞く？やり直し聞くかもしんないけど、時間が足んないね。頼む。よっしゃ来た。早く早くゴールを。私にゴールを。ちょっと難しいんじゃないの最後。はっ。いやー。まあまあまあ今のやつは時間に追われたのもあるからちょっと見といて。次でしっかりとゴールしてみせたいと思います。最後のさドクロリフトのところちょっとだけ難しいんだよね。そこまでが結構簡単なんだけど、ここを乗った瞬間すぐ右にジャンプすればゴールできるんじゃないんでしょうか。次はしっかりとあの氷のところ狙っていくよ。なんでなんだ。ここね反り立つ壁が難しいんじゃない。最後の一マスの針を抜けるのがマジで難しい。いやこれいける。よし最後のところだけね、一発マリオだもん。ここだよ一発マリオ要素。オッケー、マリオタイム。いや素晴らしいアイディアの反り立つ壁のコースでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。